はい、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は体脂肪を乗せずに筋肉を増やしていく方法について解説したいと思います。おそらくですね、ボディビルですとかフィジークとかコンテストも終わりまして、これからバルクアップだというように、意気込んでいる方多いと思うんですけれども、特にコンテスト後の数週間とても大事な時期になります。なぜかと言いますと、ずっと栄養摂取減らしてきました。カロリーも糖質も脂肪もおそらくタンパク質も通常より減らしている。つまり体が栄養を欲している時期、栄養が枯渇している時期です。で、このようなタイミングで栄養を取りますと、うまく体に取り込まれやすいということになります。そしてどうしても減量してくると脂肪ももちろん落ちますけれども、筋肉もかなり落ちてきます。で、その筋肉が落ちている状態、体がカタボリックになっている状態、そこでしっかり栄養を取っていきますと、うまく筋肉に取り込まれるということになります。じゃあどのような食事をすればいいのかなんですけれども、ここで大事なのがインスリンの働きになります。筋肉を一番大きくするホルモンとしては、男性ホルモンとかよりもインスリンの方が作用が強くなります。そしてコンテスト後などの減量直後、インスリンの働きがとても高まっています。ですのでコンテストが終わってから 2,3 週間の間ですね、ボーナスタイムなんです。筋肉の方にインスリンが働きやすくなっている状態、脂肪の方にはあんまりインスリンが働かない状態になっています。ですのでこのコンテスト終了後、ダイエット終了後 2,3 週間の間でしっかりとインスリンを出していく、そのためには糖質をちゃんと取るということが大事になります。ここで脂肪をいっぱい取ってしまいますと、糖質と脂肪両方一緒に取ってしまうと、どうしてもインスリンの働き悪くなっちゃいます。脂肪によってインスリン抵抗性が高まってしまう可能性がありますので、ここでは糖質だけを多めに取る、いわゆるローファットですね。糖質の割合としてだいたい 60%、 タンパク質 30%、脂肪 10%、減量中もそれぐらいの割合でやっていた人多いと思うんですけれども、全体の量を増やします。総カロリーが増えた状態で糖質が全体の 60% になるようにしていただければ、いい感じでインスリンが働いて、でインスリン抵抗性もあまり起こらずに筋肉の方にインスリンを働かせる、それができると思います。そしてもう一つ大事なのは小分けに取るってことです。一気に取ってしまいますとインスリンがドバッと出てしまって、どうしても脂肪の方に働いてしまいます。ですのでポイントとしては、トレーニングの前後ですね、トレーニングの前はエネルギーとして糖質を取ります。そしてトレーニングが終わってからはグリコーゲンの回復に取ります。トレーニングが終わってから数時間の間、筋肉の構成も高まってますし、インスリンが筋肉に働きやすくなっている状態ですので、トレーニング前後に集中して糖質をいっぱい取って、その他に小分けに散らしていくというような感じで取っていただければと思います。その他小分けに散らすところでは GI 値ある程度低いものの方が本当はいいんですけれども、コンテスト後あんまりですね、節制した、例えば減量中に食べていたオートミールとかばっかりだと、ちょっとメンタル的にも嫌になってしまうと思いますので、ここではもう普通に GI 値の高いものでも全然構いませんので、ある程度量を抑えて小分けに取る、そしてトレーニング前後に大量の糖質を取るというようにしていただければと思います。そして次に大事なのがトレーニングなんですけれども、減量中というのはあんまり高重量をやらなかったと思います。ですので減量が終わっていっぱい食べている時期というのは高重量にとても反応しやすいんですね。ですのである程度高重量でのトレーニングをしていきたいんですけれども、コンテストとか減量が終わってすぐに高重量をやるというのはちょっと体にも良くない、あまり脳と神経とのコーディネーションが復活していないということもありますし、関節への負担とかもあると思います、高重量ばっかりでやっていくと。ですのでここでは徐々に高重量にしていくと。今 2,3 週間がボーナスタイムだという話をしましたけれども、その3週間かけて徐々に高重量にしていくということですね。ですので例えば最初の週は 80%1RM ぐらい、
それでまあ6回から8回ぐらいちょっと余裕を持たせて終わります。で次は85%から90%で、3週目は 90%1RM というような感じで、だんだん重量を増やしていく。そして毎セット毎セットあんまり追い込まないというようにしていきますと、関節への負担も少なく、体をうまく回復させながらバルクアップしていくことができるかと思います。そして大事なのは休養なんですね。特にコンテスト後気合が入ってもう毎日のようにジムに行ってしまう人結構いるんじゃないかと思います。でもこの休養がないとやっぱり筋肉どうしても増えませんので、コンテストが終わったからといっても地面に入り浸るようなことはなく、ちゃんと体を休めていく、ケアをするということが大事になってますので、そこをしっかりと考えるようにしてください。まあ、まとめますと、コンテストダイエットが終わってからは CPF でいうと糖質で 60% ぐらい摂る高炭水化物の食事、そしてその炭水化物はできるだけトレーニング前後に回していって、残りは細かく散らしていく。そしてトレーニングは高重量だけれども3週間ぐらいかけてだんだん増やしていく。そして休養も忘れないようにしてちゃんと休める。トレーニングをやりすぎないというようにしていただくとうまくいくと思います。そしてあとは体脂肪をあまり増やさないということが大事なんですけれども、まあ、おそらく減量中にですね、あんまり減量がうまくいかなくて、もう今回のオフことを太りすぎないようにするぞというように誓う方多いと思うんですけれども、まあ、減量が終わって切れ食いしてしまいますと、それがなかったことになってしまっていっぱい食べて一気に体脂肪増えるということありえると思います。そのような時にどうすればいいかと言いますと、プロテインをうまく利用するようにしてください。例えばホエイプロテインを多めに飲みますと意外に食欲を抑制できたりします。あと BCAA とか EAA なども食欲の抑制に役立ちます。どうしてもですね、減量が終わった後だと食べ物をいっぱい食べたいなってしまうと思うんですけれども、このタイミングでプロテインとかアミノ酸をうまく使うことでタンパク質をちゃんと取って、さらに食欲を抑えるということができますので、そのあたりもですね、うまく利用していただければと思います。はい、ではご質問にお答えしていきます。今は減量を始めて2週間減量の初期の段階で6分割でそれぞれの部位を1日でトレーニングするという方法ですが、足トレを1日にするのではなくて他の部位のトレーニングの日にやっても問題ありませんでしょうか。これはですね、6分割ですので、6分割で足を分けるというのはこれはどういうことなんでしょうかね。例えば四頭筋とハムを分けてやるとかいうことかもしれませんけれども、これは全く問題ないです。例えば背中の日にハムをやる、デッドとかと組み合わせてハムをやる、で四頭筋は別の肩のとかの日に持っていくというのは一つの方法です。あるいはもう足をあんまりやらないということでしたら、6分割であっても、まあ、胸と足を一緒にやってるとか腕と足を一緒にやるとか、それも全然問題ないです。で、重要なのはですね、減量の時にあまり疲れないということなんですけれども、それぞれのトレーニング時間が同じぐらいになるように設定していただければ OK です。例えば足トレだけで2時間やって胸の日は1時間で終わるとか、そういうような感じだとあまり良くないです。胸と四頭筋で90分、背中とハムで90分とか、そのような感じでですね、できるだけ毎日のトレーニング時間、トレーニング量、強度、それをうまく慣らしていくようにするということが大事ですね。はい、今回は体脂肪をつけないでバルクアップしていく方法、そして足トレは分割してもいいのかどうかについて解説いたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。